中学3年生です。高校に進学するタイミングで親が離こうします。母と父どっちについていくべきですかちなみに兄は母についていきます。そして父についていったら東京、母なら茨城です。えっと、僕だったら東京についていきますね。あの別に父と母がどういう人かは全くわからないんですけど、あの、残念ながら、その田舎の人にとってはそんなことねえよって言いたくなるかもしれないですけど、 東京で生活して東京の感覚を身につけといた人の方がエンターテインメントの仕事で成立する可能性が高いんですよ。IT も含めて。で、あの、田舎者って、その表面上の東京しか知らないので、なんか渋谷に行きたかったりするんですよ。 でもその渋谷ってすでにその田舎者が来ていて田舎者が作ってる場所なので、残念ながらその消費者としてのあのそのまあ,あの楽しい経験っていうのはできるかもしれないですけど、そのいかに田舎者を騙して金を稼ぐかっていう感覚は、その田舎者より上の感覚がないとできないんですよね。なで例えばその田舎者のファッション好きですって人って、そのな109の店員になりたかったりするんですよ。 で、109の店員になるんじゃなくて、109に服を下ろしてる服屋で、服を作る側に回らないと儲からないんですよ。 なので、そこって、要はその、生産者として消費者をどう見るかっていうので、その消費者になってるうちは、結局その金取られるだけなので、こういう消費者がいるよね。じゃあ、その消費者に対してどういうものを売った方がいいかなっていうのが分かってる人の方が、割とその利益率が高くていい給料がもらえるようになったりするんですよね。で、別にあの、茨城で農業をやりたいですってなれば全然いいと思うんですけど、ただ、あの、割とお金があった方が人生は選択肢が増えるので、 で、まあ、若いうちはその都会で働いて、でもうだるいわ農業戻るわって言ったら多分茨城いつでも戻れると思うので、なので東京に住むチャンスがあるんだったら東京とか都会に住むチャンスを利用した方がいいんじゃないかなと僕は思いますん。